皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。ということで、今日もイース9、モンストロノブノクス、3回目やっていきましょう。では行こうか。多分これでいけるはず。シャトラール、高潔な騎士と。へえ、剣門でベルガーと対峙していたアドルを、自ら捕獲して、ああ、な、そうなる。あ、そんなやつおんのね。どうやら周囲に追ってはいないようだ。相棒の時は探しつつ慎重に街の様子を確認しよう。よし、行こう。メインメニューの冒険日誌から冒険に関わる様々な情報を確認できる。知ってます。知っていることである。あ、これ乗れんねや。へえ。こういうところも、あ、乗れるやないか。なるほどね。とりあえず、中ね。おい、マジか。あっち無理か。そうか。今日は騎士団の連中が慌ただしいの。まだ、怪人でも出たのかの？それが何でも、監獄から脱獄したやつがいるって話ですよ。まったく、そういうの話でしたよね。ジュースも気をつけてくださいよ。横にいますよ。横にいますよ。おお、これがバルドゥークから有名な監獄都市か。漁師さん、連れてきてくれてありがとう。ああ、本当に気をつけてくれよ。田舎から出てきた少林だそうだが、まるで3日間迷子だったんだろ。地図も持ってんのに、どうしてそうなっちまうかな。へへ、なんたって私、ガンだけを頼りに生きてるからね。地図とか敷かれた道に収まる女じゃないのよ。そういう問題じゃない。よくわからんが変なやつだな。そういう問題ではない。本当にそういう問題ではない。ここは 故郷の村で作ったグリアの工芸品を売りに来たんです。今日も頑張ってたくさん売らないといけませんね。これ、なんやこれ、街灯か。めっちゃ前やったな、今めっちゃな。それはちょっと思ったな。おう、いいね。怪人行動は何をする気だ？おう、なんだ？へえ、あの監獄から脱獄したやつがいるんだってよ。怪人でもないのに大したやつが現れたもんだぜ。ロムンの守備隊は今頃血相を変えてるだろうね。赤い髪の脱獄者なんて。怖いわ。疑惑の手だったらどうしましょう。な、それないから安心して。リントハイム、枢機卿も行方不明のままだって話だし。怪人が枢機卿をさらったって噂もあるけど、アレクサ・ロムンの奴らのでっち上げだと俺は思うぜ。最近は何か不都合なことがあると何でも怪人のせいだからな。そういや怪人といえば、昨日は繁華街に現れたんだぞ。知ってる、白肉ちゃんでしょ。私ちょうど見てたんだ。本当に。あたいも一目見たかったな。あたいも。いい。あたいし、あたいっていう言い方もあるよね。いろいろとね。自分を認証させてる。言葉として。で、何が起こんの？どうした？あ、ここなんか見たことあるぞ。PV で。あ？え、なに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 ？いきなりなに？赤の王。すでに呪われし領域、グリムワルドの夜。グリーンワルドの夜。人と魔の境界が最も曖昧になる世界の狭間、そしてそなたたちの戦場だ。戦場。集え、モンストルムたちよ。この忌まわしき夜の宴に。お、なんだ。かわいいっす。準備できてるわ。もうぎゅおー、そういうことね。ごたくはいいから始め。そして。
ひょっとして新しい人？何、どういうこと？怪人の仲間入りってこと？赤の王ってすっごい名前ね。すっごい名前。マーギューもすっごいと思います。確かに。何が始まるんだ？君たちは一体の方やな。呪いだぞ。拒否も逃亡も断じて許さぬ。いつ聞いても勝手極まる理不尽な話だよね。このクソ。いつかぶっ殺してやるぜ。いや、仕方ないわ。これを何とかしなきゃ日常に返してもらえないし。おお。一応に目がいくやん。怪人たちは国民だ。何どうした？どうした？お、何か来んのかな？今日は探索パート来んのかな？楽しいからね、このゲーム。まあ、できるだけね、今回はね、2倍速とかそういうの使わずにやっていきたいね。できるだけね、ささっと探索していこうと。この水晶のようなものは、これはスフェン。この夜を収束させる要だ。今はこちらは気にせず、赤の王には存分に力を振るってもらおう。ご宅がいいから向かってくる奴らを蹴散らせってことだ。まあ、いつも通り時間稼ぎしろってことよね。そうだ。そのあたらは目の前の魔を滅することに専念するがいい。了解。どうせこっちに向かってくるんだし。どうやら来るようです。人形、人形？人形？人形？人形なの？どうした？え？ウェーブ1、スタート。あ、こんな感じなの今回。は、あ？強！みんな強！みんな強！おい！あ、いたのね。わからんかったわ。おいっす。いけてる？あ、ちょっと待って。それがわからん。うん。何、どれ、どこ行ったらいいのかなって。おい、で、プレイ。あ、間違えた。OK。なんかちょっとね、丸押してしまうね。丸というか、罰ね。行った！ちょっと待って。いや、行けてるっぽいね。うん、うん。行けてるっぽい。うん。あれではね、他のやつではね、対して、黒いやつね、黒い抑制みたいなやつで出ちゃってたんで、どうなんやろうと思ってて、まあ、いけてるっぽいから、やっていこう。まあ、どっちみち編集の時気づくけどね、うん、まあ、あったら。おーい、ナイス。おーい、ナイス、オーケー、ちょうどいい、ちょうどいいっすね。おーっとい。うん、よし、オッケー。あ、なんだ？終わった。終わったっぽい。っぽいね。ファイナルウェイブ、スタート。あ、ファイナルウェイブ、まだあった。おー！ちょっと待って。おー！オーケー、危ない。オーケー、うぃ。はい。はい、ナイス。いいよ。素晴らしいね。あれ？なんか、他にもいる？可能性が。はい、ナイス。よし。素晴らしい。で、終わる。今回こんな感じか。ちょっと嫌やな。ちょっと嫌やな。昔みたいにさ、探索とかできるの。
それができんかったか。ステージリザルト。赤く邪霊の、とどろく邪霊の撃退と。こう。今回はこんな感じなんか。いや、まだわからん。エキストラボーナスとして以下のアイテム手に入れた。こういうのはあっても、探索者のパートは絶対あると思う。いいっすね。うむ、夜が明けた。赤の王、なかなか期待できそうではないか。このまがまがしい夜を沈めるため、これからも物が力を尽くすがいい。なぜ僕を選んだんだ。さてな、呪いの真実が知りたくば、バルデューク監獄の謎を解くがいい。マジで。で、これで戻ってくる感じか。え、そのまんまやったらやばくね。青い髪型に戻ってんのかな。ちょっとそれが気になるが。そこがちょっと気になるが。大してそこまでね、敵が強くなかったから、ちょっと、びっくりしている。街に戻ったね。あの女は、例のごとく用が済むのと見づらかる。じゃあ、私は帰るわね。僕も失礼させてもらうよ。いつもこんなこと？その通りだ。いろいろ疑問はあるだろうが、俺たちは答えられないぜ。何のための戦いなのか、私たちも知らされてないのよね。あの魔物たちは何なのか、なぜ夜がやってくるのか。そうそう、まだなんだっけ。勝手にこんな体にしておいて、ひどい話だよ。その呪いのせいで町を離れることも許されない。ただ呼び出されても戦う。僕たちはそんな区別のような存在さ。何ヶ月も町の中に押し込みやがって。大きな町といってもね、さすがにちょっとうんざりかも。うんざりか。おい、屋根の上を見ろ。あ、やべ。ドギ行くんじゃね？使っちゃったわ。新入りのその赤い格好が目立つんじゃないか。ロマン兵や騎士団が駆けつける前に解散した方が賢明だな。はい。そうやね。それでは私もここで。あ、僕も行くよ。それじゃあ。じゃあ俺だけ残さんといて。俺だけ残さないで。ちょっと、やっぱ。見つかるやん。な。おい。まさかとお前声をかけたんだが、やっぱりアドルだったか。ドギリは割れている。脱獄したと聞いて探し回ったぜ。僕も探していた。そうか。お互い無事で何よりだ。後でゆっくり話を聞かせてくれ。あれ、お前さん。ん？いやーさ、気のせいだったみたいだ。とにかく脱獄犯になっちまった以上、ゆっくりしてはいられねえ。いたか。やばい。こちらには見当たりません。僕なんとも全て逃がすわけにはいかんぞ。一人だけでもいい。人員を集中させて探したぜ。怪人とやらのせいで、うちうちしてもいられないな。とにかく、どこかに一旦身を隠すとしようぜ。どちらも青い髪の毛になってしまってるな。アドルはドギを身を隠していた廃屋へと案内し、監獄で体験したことの一部始終を話して聞かせるのだった。おいおい、マジかよ。マジっす。ってことは、
アドルがその怪人の一人になっちまったってことだ。地下に魔物が救う監獄に義手義足の謎も、しかも町を離れることができねえ怪人の呪いと来た。わからねえことだらけだが、早々にトンズラとはいかなさそうだ。毎回すまない、そっちやな。笑いながらやん。最近苦しい時ほど笑うようになったんじゃねえか。とにかくこの状況で活動するなら隠れ家が必要だな。この廃屋の地下室は悪くないかもしれないな。人の出入りも目立たないし、地下への入り口も分かりにくい。寝泊まりできるよう手入れして今後の対策を考えるとしようぜ。ああ、今後の拠点ここになりそうやな。僕も助かる、手伝うよ。いや、お前さんがほとぼりが冷めるまでおとなしくしてるよ。マジか、マジで、え、マジでって感じ。こうしてバルルークにおける冒険を意外な形で幕を開けた。アドルに呪いをかけたアプリリスと呼ばれる女性、そしてアドルと同様に異能を持つ正体不明の怪人たち。監獄都市と呼ばれるバルドゥークの町で不思議なことが起こりつつある。寝床に潜り込んだアドルは、ここ数日の出来事と出会いを思い返しつつ、いつの間にか深い眠りに落ちていた。バルドゥークの怪人たち、監獄。なるほどね。こんな感じか。これで、この部屋も少しは怪人の味らしくなってる。まあ、これから少しずつ手を入れていくとしようぜ。それにしても怪人が魔物を倒すための存在だとしたら、その役目を終えれば、まあ、呪いは解けるのかもしれないな。ただ、他の怪人たちは割と好き勝手やってるみたいだぜ。義足みたいなやつもいれば、マジで暴れ回るや乱暴なやつもいるらしい。簡単に解けないのかもな。簡単に解けないからもう諦めてるってことか。まあ本人たちに聞いてみないと何とも言えないが、するとやっぱり気になるのが、あの監獄だろ。そうだ。ああ、お前さんもあそこには何らかの鍵が、謎があると思っているぞ。アプリリスってやつも、監獄の謎を解けって言ってんだろ。隣の独房にいたという囚人も気になるところ。複雑な構造の地下の遺構、そこに轟く魔物のような生き物か。なんでその場所に監獄を作ったんだろうな。もしくは監獄を作ったあたりにそうなっちまったのか。考えてるのは仕方ないや。興味があった。アドルである。おいおい、調べるつもりか。確かに怪人の力があれば、どうやら次の冒険はとっくに始まっていたみたいだな。あ、意外な始まり方だな。そういう問題でもなす。面白くなってきたじゃねえか。こんな年で冒険とはな。監獄を調べるならちょっと面白い情報がある。この町にペンドルトンという有力な紹介があるらしい。そこの人間がバルドゥーク監獄に出入りしていて、いろいろ詳しいって噂だ。話は聞いてみるか。あ、聞き出せるかわからんが当たってみる価値はある。この正面通りを北へ抜けたところにある中央区に店を構えています。それとアドル、本当に町に出られないのか確認しておいたらどうだ。呪いが張ったりとは言わねえが念のためといったところだ。うん。よし、早速行動開始と行こうぜ。くれぐれも慎重にな。おお。2部始まった。早くね?2 部始まっちゃったわ。え?どんだけあんの?マジで今ふと思ってしまった。どんだけあんの?やること。ここら辺にもなんかいっぱい集まっていくよりね、ものがね。そんな気がするよ。うん。なるほどね。OK。わかった。
で、どこに何か設置されたんかなって思ったけど、何も設置されてないやんかい。おいって。で、とりあえずね、今回はね、あと、何か物語に進むところまでちょっとカットしましょうか。ね。もう、いい感じの時間帯になってきているんでね。お？どうした？このバルドゥークはどうやら想像以上に大きな町のようだ。地図を作っておくと、いろいろ後々役に立つかもしれない。あ、やっぱり地図ある。いつものごとくやね。うん。広域地図と詳細地図は三角で切り替え可能と。OK。それだけ分かってればいいよ。で、一旦出ていくとか言っとけ。まずは本当に町から出られないのか確認するために、町の正門へ向かおう。うん。正門。ね。ここやね。確かに。怪人だ。ん？客が繁華街で暴れてるぞ。何？怪人だぞ。確か、鷹っていうと、監獄長が目の敵にしているやつか。あんな乱暴者にはなるべく関わりたくはないが、そんなこと言ってる場合か。とにかく様子を見に行ってくるぞ。いい。正門の警備が手薄になったようだ。うん。あ、ちょっと待って。また高のやつが日中から辻切りでもする気か？今度捕獲できるといいか。で、どうなんやろね。お、あ、やっぱ無理だ。不思議な障壁が現れると、強力な力では彼が押し戻されてしまった。呪いの力で町を出られないのはどうやら本当のようだ。大丈夫やね。多分ね。あ、なんともないよ。ああ。よかった。ごめんなさい。ちょっとお仕事のことで悩んでしまってて。すみません。こんな話されても困りますよね。どんな仕事ない？普通に聞いてみる。ぶつかりに来ただけ当たりやから。いや、なんでこっちに来た？そろそろ中央区にあるというベンドルトン商会へ向かおう。この辺りを北へ向かえば中央区にたどり着くはずだ。うん、行ってみよう。L1 長押し、L で早く移動できる。知ってるよ。あ、これアイテムじゃねえんだ。あ、そういうことね。お、なんか、あそこにあるけど、なんなんやろ、これ。いや、いらっしゃい。兄ちゃん、旅行ったみたいだな。あ、バルドゥークの観光案内所だよ。街の案内が必要かい？監獄を案内してほしいと。また変わったことを言うな。ここは確かに監獄としたが、監獄は見せ物ってわけじゃないからな。にしても面白い兄ちゃんだな。いやはや気に入ったさ。兄ちゃんにならあの仕事を頼むのもありかもな。いや、何？ここは観光案内所だが、ちょいと情報の新鮮味に欠けるというか、俺も含めて職員が地元民ばかりだから、そこからの視点が足りない気がしていてな。旅人にこそ分かるバルドゥークの魅力、そういうのを掘り出していきたいんだ。というわけで、兄ちゃんの目線から魅力的に映ったバルドゥークの場所や景色、いわゆるロケーションポイントっていうのをじゃんじゃん教えてくれると嬉しいのさ。なかなか面白そうだね。早くも乗り気とはいいね。無理強いはしないが協力してくれると助かるね。もちろん無償なんてこともね。そうだな、参加者ごとに謝礼の品を渡せるよう準備しておくね。
いつものやつやね。うん、これやね。うん、うん、うん、分かった分かった。じゃあちょっとね、いろいろ見ていきますか。といったところで今回はこの辺で終わって、次回ここからやっていこうか。ね、時間もいい感じなんで、本当にね。ということでご視聴ね、ありがとうございました。アデュー、アデュース、グッバイ、さらば。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、Twitter のフォローお願いします。他にもゲームタイトル矛盾縛り、Twitter の方では様々なことを企画としてたちでやっておりますのでフォローお願いします。あと概要欄のところに A から O までのパート1の動画を集めた再生リストの URL とゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。